今回はお母さんや僕たちのような先生が普段ついつい子供に言ってしまう3つのフレーズを紹介します。子供はまだまだ自分の言葉で自分の気持ちを表現するのが得意ではありません。そんな子供たちが僕たち大人の言葉をどのように受け取っているのか、それを子供の立場になって一緒に考えてみましょう。それではいきます。まずは一つ目、もういつまでやってんの、早くしなさい。僕は今これがやりたいんだよ。他の何よりもこれがやりたいんだよ。お母さんにとったらどうでもいいことかもしれないけど、これやってる時が楽しいんだよ。本当に本当に大好きなんだよ。僕好きなんだよ。僕の気持ちをもっともっと大事にしてほしいよ。いつまでそれやってるのって、お母さんの気持ちを押し付けないでよ。もうまた漫画ばっかり読んで宿題やったん？あんた英語勉強せんと将来困るよ。勉強やりなさいとか宿題やりなさいとかうるさいよ。分かってるよ。言われなくてもやれやれって、やりなさいやりなさいって言われたらやりたくなくなるんだよ。そしてどんどん嫌いになるよ。嫌いになったら勉強しないよ、宿題やらないよ、学校行かなくなるよ。それでもいいの？で、そもそもなんで勉強しないといけないんだよ。朝顔を植えたり歴史のことを覚えたり算数やったり、何のためにやってるか分かんないんだよ。それを教えてくれよ。英語だってそうだよ。英語やらないって困る困るって、まあお母さん言うけどさ、お母さん英語全然話せへんやん。英語話せないけど全然困ってないやんか。そんな困る困るって言うんやったらお母さんが勉強したらいいんだよ。僕は困った時に勉強するから、やりたいと思った時に勉強するから、ほっといてくれよ。そうやったら落ちちゃうから、うん、ママがやってあげるよ。僕がやりたいのになんでママがやるんだよ。ママみたいにうまくできないかもしれないけど、やりたいんだよ、やってみたいんだよ。失敗するって思ってるんでしょ、うまくいかないって思ってるんでしょ。大好きなお母さんにね、そんな風に思われてたらね、悲しいよ、辛いよ。ダメな子なんだって、失敗するんだって、僕は実もダメなんだって思ってしまう。自信なくなっていくよ、何もできなくなるんだよ。お母さんお願いだから僕のことを信じてよ。信じてほしいの、見守って見といてほしいんだよ。以上です。はい、かなりオーバーにやってます、まあ、オーバーにやってるんですけども、子どもの立場で、子どもの気持ちを子ども目線で、考えてみることで、これからかける言葉とか関わり方も大きく変わってくるんじゃないかなと思ってます、また第2弾やりたいなと思ってますので、よろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。さよなら。